せろ。そこら中あのキザ野郎の宣伝だらけ、頭おかしくなりそうだぜ。案の定サイン会もすごい人混みね。人多すぎて吐きそうだぞ。アリスの時と同じようにここでエマのキーワードを配って改心させるつもりか。とにかくもう少し様子を見てみようぜ。あの夏目先生、いつも素晴らしい作品をありがとうございます。私あまりに感動したから先生の本を50冊買ったんです。私は100冊買いました。読む用と保存用と布教用と、それから。なんてことだ、ありがとう、嬉しいよ。先生の本は読んでるうちに不思議と勇気と希望が湧いてくるんです。だから先生の本のこと友達にもどんどん広めたくて。確かに僕は以前のサイン会で多くの人たちに届けたいとは言ったけど、なんだかすまないね。君たちあまり無茶はいけないよ。いいんです、これは私がしたいからやってるんです。アンゴ先生が小説を書き始めたのって病気で寝たきりの女の子のためなんだって。病気に負けないで僕の小説の完結を見届けてほしいとかって。ああ、もうヤバすぎるよね。本気で愛にあふれてるってか、成人かよって感じ。っていうかその話だけでもう泣けてきた。人生からして小説みたいっていうか、私たちがもっとアンゴ先生の善行を世の中に広めなきゃ。予想はしてたけどすごい人気だったね。病気で寝たきりの女の子のために小説書き始めたとか本当？んなやつには見えなかったけどな。それにしても夏目のやつ、キーワードらしい言葉を言わなかったな。キングじゃないから、それとも警戒してるのかな。もしキングだとしたら、ここに集まってたのはみんな改心済みだったんじゃないかしら。キーワード配る必要がないと。てかお稲荷、さっきから何読んでる。夏目暗号の小説だ、プリンスオブナイトメア。買ったのかお稲荷。別に構わないが、俺はこの本が人々の熱気に見合う内容かどうか確認したかっただけだ。それでどう？面白い？そうだな、なんといったものか。魅力ある創作物には作者が作品に込めた熱のようなものが溢れているものだ。たとえどんなに稚拙で荒削りであろうと、見る者に訴えかける熱い輝きがな。俺は文学のことはよくわからんが、少なくともこの本からそれは感じられない。文章そのものはうまくさえ見える。だが驚くほど空虚だ。まるで誰かの言葉を借り上辺だけ取り繕ったような。ちょっと見せて。ああ、これ2年前にやってたアニメのセリフだな。微妙に変えてんのがまた小賢しい。この展開もどっかで見たぞ。ここも、まあここも、つうかこれいろいろな作品からつまみ食いしてつないでるだけじゃないのか。原作者でもファンでも激怒して大炎上するレベルだぞ。そんなまがいものの作品であれほどの人気を得られるとは到底思え、願いを奪わない限りだ。こりゃ状況からして限りなく黒だな。キーワードさえ分かればジェイルに入って調べられるのに。取り巻きから聞き出すか。あれ全員願い取られた奴らだろ。渋谷の時と同じなら被害者が教えてくれるとは思えないわ。ちょい手詰まり感。あの刑事のおっさん、なんか言ってきてないか。今夜車まで来てくれるって連絡があったよ。何か情報を掴んだのかも。それじゃあ一度長谷川警部補が来るのを待つことにしましょうか。なあ夏目はなぜこんな小説を書いたと思う。
いや、とてもそうは思えない。他人の作品を評説して作り上げたものがどれだけ賞賛を受けようとも、それは決して自分に向けられたものになり得ない。そんな偽りの賛辞など虚しいだけ。創作を生業とするものならばわかるはずだ。だからこそ腑に落ちない。奴がどんな思いでこの小説を書き上げたのか。二人とも何してるの？早く戻るわよ。すまない、引き止めてしまったな。さあ行こう。なかなかいい車じゃねえか。しかし、まさか仙台に寄り道してるとはな。どうしてここにもジェイルがあるとわかった？それはまあ、匂いで見つけた。匂いすんの？それより調べてもらえた？ああ、夏目暗号だったな。確かに奴は怪しい。本の売り上げにしたって異常に高いのはこの仙台だけだしな。おおむねお前らから連絡があったのと同じ報告が俺のところに来てる。で、ここからは聞き込みで分かったことなんだが、夏目に行かれた信者どもはみんな絵まで奴の友達になってるらしい。そうなったが最後、そいつは借金してでも夏目の本を買いまくるようになる。どっかで聞いた話じゃないか。アリスの時と同じ。ヒイラギアリスとは違う方法かもしれないが、夏目も同じ力を使ってると見て間違いない。そうなるとますますキーワードを知りたいところだな。もうさ、とっ捕まえて吐かせればよくね。そうなれば俺はお前らを暴行容疑で現行犯逮捕だな。ジェイルだの洗脳だの言い訳しても病院行きが関の山だ。だよな。それにやっぱり私たちは怪盗なんだし、表立った行動は控えないと。お、さすがは美少女怪盗。もっとエレガントに行きたいよな。美少女なんだって？美少女怪盗と申します。お前自分で言うんだな。それはさておきだ。何かキーワードを手に入れる方法を考えねえとな。そこで俺の出番だ。感謝しろよお前ら。というと？今晩夏目がプリンスオブナイトメアの100万部突破を記念してパーティーを開く。で、そのパーティーの招待状がなぜか人数分ここにある。ということは、パーティーに潜入するってこと？へえ、面白そうじゃんな。あ、誰も服装なんか気にしちゃいねえよ。業界人のふりでもしてろ。どうだ、俺と取引してよかっただろう。なかなかやるなおっさん。ああ、やるじゃねえかおっさん。おっさんを見る目が変わるな。うん、伊達におっさんじゃないね。さすがですねおっさんさん。お前らせめて名字で呼べよ。どんまいおっさん。皆様、本日はパーティーにお集まりいただきありがとうございます。私からのささやかなお返しといってはなんですが、今日はぜひお楽しみください。いや、本当におめでとうございます先生。皆さんが本を売ってくださったからですよ。僕はただ小説を書いただけです。いや、ご謙遜を。このご時世、似たような作品も数多い中、これほどまでの大ヒットはお見事です。最初こそ我々も文豪夏目漱石の孫ということで話題を作りやしましたが、いやー、まさかここまで売れてしまうとは。世間の評価はひとえに先生の実力によるもの。先生は文壇における希望の星ですよ。
私の実力ですか。さあ、それはどうだか。本の中身など関係ない。大衆は話題性さえあれば飛びついてくる。あとはそこにちょっとした物語を付け加えてやれば完璧だ。例えばそう、病気の女の子のために執筆を始めたなんていう物語をね。ああ、失礼ですが、先生は本当に？それは秘密ということで。本物、本質、結局誰もそんなものには興味がない。ほら、前もあったじゃないですか、まだらめ一流祭の謝罪事件。あの人の代表作なんて言ったかな。さゆりでしたかね。そうそう、さゆり。あれも美の極致などともてはやされたが、私に言わせれば今やゴミ同然だ。あいつ、ゴミだなんてひどい。あの絵にどんな思いが込められてるか何も知らないくせに。ユウスケ、気持ちはわかるが今は大丈夫だ。頼みがある。ここは俺に任せてくれないか。必ず奴からキーワードを聞き出してみせる。でもよ、みんなは先日の件で奴に顔を覚えられているかもしれん。その点俺は後ろに控えていたからな。気づかれる可能性は低いだろう。確かにここはユウスケが適任かもな。頑張ってね。ああ、では行ってくる。突然失礼いたします。私、夏目先生の大ファンでして。ん？なんだね君は。失礼とは存じますが、よろしければサインをいただけないかと。おいおい、先生は忙しいんだ、後にしなさい。いいじゃありませんか、サインの一つくらい。ああ、本当ですか。寛大なお心遣いに感謝いたします。まさか夏目先生にサインをいただけるとは、身に余る光栄です。いやいや、気にしなくていいよ。物語を読んでくれる人がいるからこそ、僕たち作家は本を書き続けられるんだ。なるほど、とても素晴らしい考え方です。ああ、そうだ、先生はエマをお使いでしょうか。もちろん、あれはとても便利なものだからね。よければ友達になっていただけませんか。尊敬する先生をより身近に感じたく。構わないよ、僕は読者のみんなを大切にしたいからね。キーワードはプリンスオブナイトメアだ。ありがとうございます。後で申請を送らせていただきます。それともう一つ、先生方は先ほどさゆりのお話をされていましたね。さゆりはゴミ同然、中身のない惨めなダサ作だと。ああ、聞こえてたのか。そこまで言ったかな。しかし君もそう思わないか。あの絵は結局まだらめ一流祭という名前にしか価値のなかった、見てくれだけの。あれは私の母が描いたものです。ですので少々大人げないことを言わせていただきますが、さゆりは俺の母が命を賭して描いた最後の作品だ。あの絵には唯一無二の愛が込められている。他人の作品を氷接して作り上げられた貴様のハリボテと一緒にするな。な、君。俺は事実を言ったまでだ。では失礼いたします。目的は果たした。みんな一度外へ出よう。ハリポテだと？何も知らないクソガキが。
先生、あんなものはただ難癖つけたい輩のたわごとにすぎません。ですからどうかお気を悪くなさらず。黙れ。まあいいさ、あいつもすぐに俺の信者になるだろう。すまない、最後は自分を抑えられなかった。俺もまだ甘いな。いやいや、結果オーライだろう。キーワードさえ分かりゃ問題ねえ。ほんとグッジョブっていうか、よく言ってくれたって感じ。俺が奴の作品から感じたことが全て正しいとは言い難い。絵画にしろ書籍にしろ、作品に対して抱く感情はあくまでも個人の主観に過ぎないからな。いや、少なくとも私らはお稲荷のおかげでだいぶ生成したぞ。とにかくこれでキーワードは手に入った。あとはどこから侵入するかだな。入るなら仙台駅がいい。え、どうして？匂いが薄い、多分警戒が緩い場所だ。渋谷の時みたいに安全に出入りできると思う。ってことはいよいよだね。ああ、これで準備は整った。明日からジェイルの攻略を始めるぜ。おう、なあ、また聞きたいことがある。さっきユウスケは平静を装っていたが、悲しそうな声をしていた。なぜだ？なるほど、人は大事なものをないがしろにされた時、怒るよりも悲しくなるのか。少なくともユウスケはそう感じたんだな。なんだか少しだけユウスケのことが分かった気がする。教えてくれてありがとう。お待ちしていました。この地にも願いを奪われた多くの人々の心の声が渦巻いている。同時に薬剤の力が大きくなってきているのを感じます。あなたをここへお呼びしたのは、大切なことをお伝えするため。あなた方の築いた絆がペルソナにさらなる力を与えられるようになりました。この力はやはり旅路での新たな出会いがもたらしたもの。あなたの可能性を育む糧となっているようですね。大切にしてください。少し彼らが羨ましい。きっと彼らもあなたが運命を切り開くための力となってくれることでしょう。ではご分を。白龍爺、いよいよジェイルなんだぜ。わーってるって、ちょっと興奮して寝つけなくてよ。遠足前夜か。中はどれぐらいの広さなのかしら。ソフィア、わかる？匂いの感じから言って、多分仙台市街をすっぽりと覆ってる。かなり大きいね。仙台で起きていることを考えれば、そのぐらいの規模であることは頷ける。だがそれもここまでだ。ああ、仙台ジェイル攻略開始だ。いいか、
すごいね。アース。思うんだが、とにかくだ、今はそれより。そういえば